U字工事の旅発見。今回のテーマはカレーハウスココ一番屋ココイチ。実は国内店舗向けカレーソースの8割は栃木県矢板市にある工場で作られています。今回はココイチのメッケをお届けします。2人でメッケを探し歩く知的旅番組、U字工事の旅発見。我々が今いるのはですね、はい、ココ一番屋さんの大田原本町店さんです、ね。ココイチカレーのココイチさんの大田原本町店、はい、珍しいスタートですね。あんまりないスタートですかね。全然ないですよ。もう昼飯の休憩ですかみたいな感じなんだよ。違うよ、仕事だよ。仕事今日のテーマはココイチだから、はい、いや最高のテーマラッペや、お世話になってるでしょ。お世話になってますよ、うん、しかも大田原さんの地元だからね。そうだね、大工も近いし、大工だもん。さっき大工生が、1年生が、はい、写真撮ってくださいって言われて、うん、福田さんいますかっつって、えらい、どうもおめえに、僕だってお前がいればなんとかなっちゃうのにな。いやそんなことないけど、うん、三島出身なんですっつって、ねえ、あったべ、さっきあんちゃんと、あったあったあった、うん、そう嬉しい、うん、でもなんで栃木でココイチでだって矢板にココイチさんの工場があるって知ってた、うん、知ってたよ、そりゃそうだろ。知ってた本当に？いや知ってたよ、俺テレビで見たことあるし、話聞いたことあるし。あ、そうですか。俺死んなかったの。知ってるよもちろん。いや死んなかったよ、信じらんないですね。知ってるって、どの面下げておめえすいません、はい、お伺いいたします。 ありがとうございます。僕若い時好きだったのはモツが入ったカレーが好きだったんですけど。ああ、人気でしたね、はい、終わってしまいました。申し訳ないんですか。今はやってないんです。ああ、時代が変わったな。俺の青春の味だったんだけどな。メニューがやっぱいっぱいありますよね。お子様カレーとか安いよ。小学生までってことは？小学6年生まで。6年までですか？はい。ワンコインでハンバーグとフライドチキンついてたんですよ。いいですね。ありがとうございます。俺はちっちゃい頃は来たことなかったな、うん、俺は。ちっちゃい頃子供の時なかった。大人になって上京してから町田市で初めて食べたんですよ。あ、はい、はい、そうだそうだ。はい、町田市でね、よく食べてたんですよ。毎月の社長が連れてくれて。そうですそうです。一回頼んじゃう。今日はどうしようかな。何するの？で、俺は、うん、たっぷりあさりカレーに。たっぷりあさりカレーですね。トッピングで。はい。ああ、これハーフっていいっす、いろいろ頼めて、トッピング。だから普通のカレーにこれちょっとでもいいんじゃないの。いや、アサリが欲しいの。アサリたっぷり欲しいの、うん、なんとかね、酒を解毒しようとしてるんですよはい、ハーフキノコとハーフほうれん草お願いします。ハーフキノコとハーフほうれん草で、はい、何からとか48から。ちょっと待って、ごめんね。いや、いいよ。アサリもあるんですね、ハーフで。あるって言ったっぺな、これ、はい、言ったっぺ、俺ないのかと思った、アサリは。言ったっぺなんだ、おめえ、この昔のモツの話して、おめえじゃあ普通のカレー、ごめんなさい、いいですか、やりまして。はい、こういうお客さんいるからね、ちょっとすみません。いい、大丈夫です。もたもたも、普通のカレーに、はい、ハーフのアサリとハーフアサリ、キノコとほうれん草、キノコほうれん草で3からでいきます。3からで、はい、はい、俺はね、これ好きなんですよ。チキン煮込みよく食べてたね。チキン煮込み、ハーフの方でよろしい。いい、ハーフ、はい、と、じいちゃん、じいちけから見えねえが、おめえのがじいちゃんだろうね。キノコとかほうれん草ばっかり入れて、おめえカツ入れろ、カツ、おめえフィッシュフライ、フィッシュフライで、こちらもハーフ。チキンにフィッシュのせんの。いや、わかんない、入れてみたら。若いね、マスコさん、若いね。うん、でフィッシュフライとチキン煮込みと、あとほうれん草、じゃあちょっとほうれん草入れていただいて、はい、それでお願いします。辛さはじゃあ、はい、1からで、1からで、僕は、はい、お願いします。ありがとうございます、お待ちください。土曜日とか出勤した時にな、社長がじゃあ昼食いくかっつって、そうそうそう、ここに連れてくれてな。そうそうそう、マスコさん、カレー行くぞ。400いっちゃえよ。うん、いっちゃえ。カレーって食えるんですね社長は勝つとチーズのせんだよな。いや、それどうでもいい、社長のメッキいらないからあと大食いチャレンジあったやつ。ああ、1600円、今ないんすかね。 1.3 キロカレーもないですよね。昔 1.6 じゃなかったっけ、完食したら無料って。 1.3 だって。 1.3 ですか。それを2人でチャレンジしたんですよ。あと俊也くんな。俊也くんだって分かる、2人でいいじゃねえか、うん、で俺と俊也くんは成功して、拓郎は失敗した。俺が失敗した。俊也くんの別にいいって、俊也くんの話、うん、俺俊也くんの写真持ってたよね。いやいや、いいって、俊也くんなんだ。大食い終わった直後の。いやいやいや、いらないや俺はもう一口目で口デロンデロンにやけどしたんだよね。あったあった。それでも結構繊維喪失しちゃって、俺戦えなかったんだよ俺。でこいつ熱いの食うの得意だから、水を口含んで、今でも忘れないけど、クレートを水冷しながら、うん、食ってんの覚えた。制限時間もあったんだよな、あれ。
結構思い出いっぱいだよね、うん、最近で言うとね、うん、大阪のココイチ行ったね。そうだっけよ。いや俺が。あ、お前が。あ、そう、あ、やっぱり結構みんなご当地のもの食べようとするじゃないですか。俺案外ご当地のこうチェーン店とか行くの好きなんですよ。ひっそりなんで俺大阪来てココイチ食べるんだよっていうのが俺好きで、あ、大阪行った時ね、俺一人でココイチ版のカレー食べて美味しかった。大阪のココイチ、大阪のあれどこだったかな、ライブやってた空き時間にね、ココイチでカレー食った。お待たせしました、フィッシュフライ、ほうれん草、チキンの、いやー、力でございます。力、こちら、ほうれん草キノコですね。おいしそう。いや、おいしそう。じゃあ、いただきます。うん、うまそう。あ、うまい。これこれ、一からでもやっぱ結構くるな。辛いんだよね。辛い辛い、うん、うん、あ、でもうまい。いただきます。熱々だ。うめえ。うまい。染みてる。やっぱうまいね。うまいよ。酸辛結構辛いべ。辛いけど俺こんなのちょうどいい。飛びからも頼んだんべよ、おめえ。うん、最後の頃に。すが見せつけますね。アサリの出汁も出てうまくなってるカレー。ほんと。ハーフでも十分キノコとかたっぷり入ってますね。嬉しい。ハーフいいな、いろんなの。冒険できるよね。100円台で結構いろいろ入れられますもんね。これでかいな。うん。うまいな。もうこのまま今日はエンディングっていう感じでいいですか。これで30分持つだけだよ。え、ゆっくり30分食べるんで。 YouTube のただひたすら食うとこ流してるやつないんで。あ、 YouTube で。うまい。うん、惜しかった。お茶です。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、美味しかったですね。あ、辛いの大丈夫ですか。1からぐらいやったら大丈夫じゃない。僕は3からがちょうどいいぐらい、ね、そうですね。今こんなの売り出しまして、激辛ポークカレーやっと出たんですけど。激辛ポークカレー、3辛相当。そうですね、激辛ファンの方にぜひ食べていただきたくて。俺3辛って激辛食ってるってことなんですか。そうですね、一応激辛の扱いになるかと思います。だって十分これ1辛で買う。こんなのもあるんだ。レトルトこれまたいいじゃないですか。辛いの流行ってるし。ぜひお願いします。はい。ちなみに店長は自分のマイカレー何ですか。はい、とんかつカレーと豚しゃぶカレーが好きです。いや、もう本当期待裏切んないですね。はい、さっきカツのお話が出たんですけど、はい、とんかつは手でお店でつけておりますので。はい、はい、つけてあげるんですか。そうですね。あ、でも油もカリッと美味しいってことですね。はい。あ、そう。こいつら食わねえんかいと思いましたね。そうですね。ぜひ美味しいので食べてほしい。ちょっとね、消極的にキノコとかほうれん草ばっかりで。はい、すいません。はい、次来たら食べよう。いや、もう本当とんかつ、いろんなのがありますので、カツカレーはね、定番で。いただければ。はい、ありがとうございます。で、カレーの工場が矢板にあって、はいはい、ございます。それがここに来てるってことですね。そうですね。じゃあ我々今食べたのも矢板の工場で作られたものですか。そうです。それはちょっと調理するといいますか。そうですね、はい、で我々が東京で多分食べてるのはもう栃木です。もうやっぱり栃木、はい、それすごいね。やっぱり日本人に発信してると言っても過言ではないぐらい。そうですね、そうですね、はい、ちょっとこれやっぱりいろいろメッケ探しに、そうですね、行くべきですね。はい、ちょっと焼いた工場の方じゃって今から、うん、はい、ちょっといろいろ行かせていただいて、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。さあ、どんな工場なんでしょうか。天気もいい中、はい、工場撮影できましたけど、はい、こちらですね。こちら工場、うわー、でけえな。大きいね。パルテノン神殿みたいな。パルテノン神殿、かっこいいね。かっこいいですね。天気も良くて、庭も緑で綺麗だね。カレーの周りにサラダが添えてあるような感じの。おー、じゃあこれは会社ご飯か。なんか塗り替えたらしいよ、色。へー、うん。あ、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。お世話になります。よろしくお願いします。品質保証部手塚です。よろしくお願いします。手塚さん。手塚さん、はい。手塚さんって栃木っぽい名字ですね。はい、桜市です。おー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。手塚さんは栃木多いですけど、ここいつは日本人多いですよね。はい、1460店舗は海外 と、 海外と、あと他のお店も含めた、あ、ちょっとこういうトータル数で、カレー屋ここ一番屋としては1200店舗以上今展開しております。すごいですね。はい、愛知県が一番多いんですか。そうですね、あの創業が愛知県で、創業者夫婦が喫茶店でカレーを作り始めたところから。やっぱ最初は喫茶店のカレーだったと思います。はい、昭和53年から。昭和53年から、はい、俺らと一緒だ。同級生です。俺、そうなんです。じゃあ45年生ね、今年で。そうですね、はい。いや、
あのなんでここ一番の工場が焼いた、はい、栃木にあるんですか、はいはい、東日本エリアに供給するにあたり、はい、交通の便のいい焼いたし、また水が美味しく土地が広いということで、ここの地に選定させていただきました。確かに焼いた水きれいですね。東北も行きやすいし、東京方面も行きやすいし、はい、そうですね、インターがすぐそこにあるんで、インターすぐそこで、はい、国内店舗向けのカレーソースの8割を栃木工場で作っているんだそうです。これはすごいことですよね。ではいよいよ中にお邪魔しましょう。さあ着替え完了いたしました。バッチリ大丈夫ですか。どっちがマシコでどっちが福田か分かりますか。分かります。分かりますか、はい、マシコどっちだ。マシコさんはマシコさん。ピンポン声で分かるだろ。分かるかな声で。分かるよ。ピンポンです。喋ってない2人だと皆さんどっちか分かりますか。バッチリです。うわ、いや広い、すごい広い、すごい香りもすごいし、お腹すくようないい香りが強いですね。はい、23基の釜が並んでいます。こんなにカレーが入ってるんですか。はい、そうです。すごい。このフロアで32万食のカレーが出来上がります。32万食はい、すごいですね、はい、やってるね、なんかやってる。あ、お肉、お肉、お肉ですか。そうです。おー、ポークカレーのポークが入ってるってことなんですかね。はい、すげーすげー、すごい量がやっぱり、はい、すげーすげー、嬉しい、すげー。おー、中で煮込まれる。はい、まあ、いっぱい入るな、お肉入る入る、なんか例え悪いかもしれないけどグランドを鳴らすような。あー、道具が大きいからね。もので綺麗にこう、トンボみたいな感じで結構筋肉つきそうですね。あれ全部入るんですか、肉。はい、あれ全部お肉です。あれ全部入るんですか、はい、ここに。すごい。一釜でどれぐらいの。ポークソースだと1万8000食分のカレーが出来上がります。え、じゃあこの釜って結構底深いですか。そうですね、2トンの釜になってます。2トンの釜、はい、表上は来ないのも相当深いですね。下に深くなってます。これが常にフル稼働なんですか。はい、ドロドロまだしてないですね、サラサラした状態の。カレー粉は入ってるんですか。カレー粉、ちょっとそこは企業秘密なんですけど。まだ内緒です。まだ具体的なのは内緒なんで。内緒です。とりあえず今肉を入れてますよ。はいはいはい。肉買い。ちなみにカレーソースに入れられるお肉は熟練の目で一つ一つ丁寧に検品してから調理されます。どうしても人の目でないと検品ができなかったりする部分なので。あ、そうかそうか、はい、長い方で最長どれぐらいやるかがいいですかね。長い方でここができてからなので20年になりますかね。20年以上ね、はい、ここ一のカレーの肉を見続ける女性たち、はい、肉のプロ、はい、肉のプロ、はい、俺らもじゃあ上京してからここ一初めて食べた人がもしかしてここで検品したお肉を食べたかもしれないですね。そうですね。そうだよ、はい、じゃあある意味僕たちのお母さんって言っても過言ではないですね、はい、それは過言ですね。あ、そうですか、ちょっと言い過ぎました。それは過言ですね、はいはい、いつも点検ありがとうございます。安全にいただいてます、おかげさまで。じゃあ煮込んでいる釜を見ていただきます。煮込んでる釜見ていいんだって、はい、うわー、すごい回ってる、すげー、でめちゃくちゃ美味しそう、すごいよく混ざってますね、はい、すごいですね。こんな混ぜながら煮込むんですか。はい、ずっと4時間ほど同じ温度で煮込まれます。なんつうの、車輪じゃねえけど、はい、羽になってます。羽だ、はい、これでぐる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 、はい、不思議な混ぜ道具ですね。これが美味しさの秘密になってまして、羽が斜めになっていることで攪拌効率が良くなります。これ横になってるから全面回りそうな感じの、はい、そうです、斜めになることが美味しさの秘密になっております。ご飯持ってきて食べたいわ、はい、米でもいいし、パンつけでもいいし、麺でもいいしね、なんか想像膨らむな、これこれはいいね、いいですね、はい、開けます。コマーシャルの後も美味しさの秘密をめっけ。今回のテーマはココイチ。栃木県矢板市にある工場では国内店舗向けカレーソースの8割を製造しています。めちゃくちゃ美味しそう。いや、ご飯持ってきて食べたいわ、はい、米でもいいし、パンつけでもいいし、麺でもいいしね、なんか想像膨らむな、これ。さあ、釜場の下の階にやってきましたよ。
上から下に降りてきましたけど、はい、ここはどういった部屋なんですか？こちらはパイプスペースといいまして、はい、上の釜で煮込まれたポークがパイプを伝って下に流れていきます、はい、ここカレー流れてるんですか？そうなんです。高さを利用してそれで上から下に流していくんですか？はい、ここにカレーがあるわけですよ。だから石油とか水とかならパイプも分かりますけど、カレーがパイプ通ってるって不思議な感じなんですね。はい、あ、来た。あ、本当だ、すごい。ここなんかもう熱いんですか？熱いです。触らない方がいいです。触らないように熱い、はい、上から流れて下の充填室につながってます。へえ、はい、頑張って美味しいカレーになってあちこちに行ってほしいですね。はい、下に降りてみると、あそこでドボン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 できるんだ。ここで袋に詰められて閉じられて完成。そうなった感じすんね。最初の鍋でこう見ていくと4階から降りてきてちょっと感慨深いものがあるというか、はい、いやーできたなー、お疲れ。これで完成ではないんです。実はもう完成じゃないですか？違うんですか？詰められて、はい、この後重要な工程がもう一つだけあります。重要な工程？はい、完成でいい気がするけど、はい、完成じゃないんです。完成じゃないです。大きな工程、大切な工程があります。ちょっと見に行きましょう。そうですね、はい、重要な最終工程とは。はい、開けます。なんだこの部屋。わ、すごい物々しいですね。かっこいい焼き方が、はい、足元凍ってますのでお気をつけください。寒い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 。まだ置けば、こっちが本当、はい、中の部屋です。うー寒い、はい、足元気をつけてください。何これめちゃくちゃ広い。うわー寒い寒い寒い。いや広い、おっかねえ。寒い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 。マイナス25度になっております。25度、そりゃ寒いわ。こちらで1週間ほど寝かせた後出荷になります。1週間も寝かせるんですか？はい、凍らせて。凍らせて、はい、何のためにですか？旨味を増すためにね。はい、美味しくなります。作ってからじゃ出荷するので相当やっぱ日時かかってですね。はい、これでやっと完成か。はい、1週間寝るんだ。いやー寒い。皆さん行きましょう行きましょう。ダメです。いやいや、いいだろ、まだ寒いだろ。寒さに異様に弱い福田なんで外にじゃあ出直していきましょう。ありがとうございます。はい、寒い。出来たてを試食させていただけるそうです。ここですか？はい。あれでも我々出来たてのカレーをねいただけるということですけども、検査室ってちょっとおかしくないですか？はい、いいんですか？とりあえずどうぞお入りください。とりあえずなんだろう、早く食べたい。食べたいんですけどね、はい、お邪魔します。あれカレーがない。カレー、出来たてのカレーを食べるにはゴミ検査を受けていただいて、そちらに合格した方だけが。ゴミ検査？はい、甘み、塩味、酸味、旨味、無味の5つをゴミとして検査していただきます。5つの味を検査するんですか？はい、しかも5番目の無味っていうのは何もない味を。そうです。検査するんですか？はい、現場で従事するものは官能検査員としてこちらのテストを定期的に受けて合格したものだけが作業できるようになっております。ここでちゃんと合格した方が毎日出来上がったカレーの味を確かめてるんですね。はい、手塚さんもこういうのやられてるんですか？はい、年に1回合格してますので。あ、そうなんですか。はい、5つの味を飲んでいただいて、カード置いておけばいいですか？カードを、はい、味のカードをそれぞれ置いてください。はい、飲んでみてそうだと思ったら置けばいいですね。よし、はい、どうぞ。ちゃんとやろう。やります。やります。あ、うん。ビート C がむずいぞこれ。これ誰でもわかります？誰でも。俺は結構ちゃんと明らかに違く感じたな。はい、ビート C も、うん、別に冗談じゃなくて。おめえのこっち飲んでいい？一緒だろ。俺の方だけちょっと甘みついとかね。じゃあいいや、ちょっとカンニングするけど今週は。はい、はい、よろしいでしょうか？はい、じゃあ答え合わせをさせていただきます。はい、じゃあ A は、よし、やったー。 A です。 B、 あー、やっぱそうか。 C、 飲み、はい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 、データのお水ですね。はい、次、あ、じゃあ
おお、食べませんか。やりました。試食できる。ここむずくないですか。そうなんです。これが私も一部間違えちゃいそうな。ああ、やっぱりそうですか。はい、一番難しいです。俺は一丁最初ね、こことここは逆に一瞬回ったぐらい。そこは簡単ですよここ簡単ですよね。そうですね。ほらほら、はい、得意分野があるんですよ、はい、それぞれ。国語が苦手、数学苦手みたいな。ネタのお水が美味しいから甘く感じてしまうのかもしれないです。あ、そういうことか、はい、はいはいはい。でもよかった、自分の舌はバカじゃなくて、はい、ただこういう舌チェックをして、はい、それで検査とかいろいろやられてみたんですね、はい、じゃあ合格したんで、はい、はい、じゃあ出来たてのビーフカレーがそろそろ出来上がる頃なので、はい、はい、移動したいと思います。お願いします、はい、やりました。お、いよいよ開け。おー、美味しそう。ビーフカレーになります。ビーフカレー、いやじゃあ今日は特別に凍らせる前のやついただけるんですかね。そうです。おー、これは貴重だ。はい、すげえな。おい、こっから首から首上げて初めて見た。たまれ2個分だけど相当量のカレーが入ってくるあー、じゃあ鍋の出来たて。はい、これは貴重な体験だな。まさか紙コップでねカレーをいただけると思わなかったんで、いや嬉しいですね。じゃあいただきます。なかなかいただけない、ね、いただけないよこれ。おいしい。あ、いや顔に血色出てきたわ。なんか元気になる、本当にね。まあそうだね。なんかスパイス入ってるだろうし。そうそうそう。うめえ。十分だな。うまいっすね。どうですか。いつもの美味しいカレーです。あ、そうですか、はい、改めてこう工程を見てまたこう飲むとなんかこう旨味が増すっていうか、勝手になんか冬山登った時頂上で飲みたいですねこれうまいだろうな。ねえ、それなかなかないんじゃない今まで。うん、ないね、カレーのルー飲むって、うん、あ、ちょっと今度やってみようかな。本当に我々食べてるやつはここからさらに凍らせて、はい、熟成させた2日目塩なんですか、熟成させて、はい、旨味が2日目のカレーみたいな、はい、もっと美味しくなったやつを普段いただいてるってことですね、はい、あ、だからみんな好きなんだね。そうね。いや感動しました、はい、美味しいです。はい、ありがとうございます。いや今回もめっきりいっぱいありましたね。あ、ありがとうございました、鈴鹿さん。ありがとうございました。まずね、こんな有名なココイチさんの工場が焼いてにあったってことと、はい、あとは岡山までこちらで全て作ってるっていうのはすごくびっくりしましたね、はい、国内の 80% を製造しております。すごいっすね。日本におけるかんぴょうの栃木のシェア率に迫る勢いですね。すごいですね、本当にもうココイチね、皆さんも知ってるものですからね、本当に誇りですよね、まあ、それもやっぱりあのこの環境、焼いたの環境、栃木の水っていうのがねやっぱり生かされてるっていうのがやっぱ嬉しいですね。そのメッキでしたね。一晩寝かせてるとかね、一晩じゃねえ、1週間でしたっけ。1週間です。冷凍でね、しっかりとこう寝かして、それで美味しさまた再度増してるということで、それのメッキでしたし、またちょっとこれからココイチ食べるときはなんかちょっとまた、はい、さらに美味しくなりそうというか、はい、ね、気持ち込めてこちらも食べさせていただきます。はい、はい、いろいろありました、はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。個人的なメッキはなんかありました？ありました、うん、あの手塚さんは、うん、ここ一で食べるときに何食べるんですかって聞いたら、はい、トッピングがねチーズですって。チーズ、で辛さは普通。普通で、元々は辛いの結構苦手だったらしいんですけど、はい、毎日ねやっぱりこう、はい、食べるようになったら検査してて、そしたら食べられるようになってたんですよ、はい、これはメッケですね、はい、辛さって慣れるんですねあ、そうですね、なんかありましたかメッケ。あの手塚さんはね、ここ数年登山にハマってましてそうなんです。そうですよ、もういろいろ南大山から何から登ってましてね、はい、次は富士山登りたいと。すごいですね。ここ一の 山登りのメンバーと一緒に登ってるらしいです。あ、そういう好きな方たちがいるんですね。そういうグループがあるらしいんで、はい、登ったらやっぱりここ一を食べるんですちょっとお店ないんで降りたらここ一探す。お店、はい、それそれ真っ先に探すでしょ。まずね、ありがとうございます。じゃあ今日本当にいろいろありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで今回は本当に知らないことばっかりでごめんね、ごめんね。ありがとうございました。みんな大好きカレーハウスココ一番屋。何度食べても飽きない美味しいカレーは、熟練の技と工夫が盛りだくさんの素晴らしい工場で作られていました。U字工事の旅発見、次回は群馬県安中市。
薄い峠鉄道文化村で発見。これで旅行行ったら来てくれてる。面白い。お楽しみに。いや3からでもやっぱ十分辛いな。辛い。2人十分辛いもん。出なくていいぐらいだな。行っちゃってよ。せっかく頼んで店員さん持ってきてる。これ結構辛いですもんね。辛いです。かけると少しかけてた。少し足したりとかしてた。不思議なのが5からとかさらに高くなると辛さが上がると値段上がるじゃないですか。だったらこれ入れればいいかなと思うんだけど、その味とは違うんですよね。